デジタルシグナルプロセッサデジタルシグナルプロセッサ DSP はデジタル信号処理に特化したマイクロプロセッサであり一般にリアルタイムコンピューティングで使われるデジタル信号処理のアルゴリズムは一般に大量の演算を一群のデータに対して素早く行う必要があるアナログからデジタルに信号を変換しそれを操作し再びアナログに戻す数参照 多くのデジタル信号処理は潜伏時間に制約がある。すなわち、デジタル信号処理がある時間以内に完了しないとシステムは役に立たない。多くの汎用のプロセッサでもデジタル信号処理のアルゴリズムを正しく実行できる。しかし、そのようなマイクロプロセッサは消費電力や大きさの関係で携帯電話や PDA などには適さなかった。 デジタル信号処理に特化した DSP は、より安価で、より低消費電力でありながら、より高性能を提供する。なお、汎用のマイクロプロセッサやマイクロコントローラでも、セキュ和演算命令の負荷など、従来、DSP で行っていた処理を受け持つことができるものも、増えている。特定の演算処理を高速に行うことを目的に、作られ、音声処理、 画像処理などに使われることが多い。レーダーなどの信号処理や、無線通信回線の信号の変調、副調等でも使用されていた。DTM 用音源ボードなどの PC 用、拡張ボードに使用されたほか、携帯電話、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、電子楽器などに使用された。高速フーリエ変換のような演算を行い、アナログでは、不可能なフィルタ動作や信号情報の圧縮。 検証、副調処理などを行った。DSP のアーキテクチャはデジタル信号処理に最適化されている。以下ではそのような特徴を解説する。DSP チップが登場する以前、デジタル信号処理はビットスライスプロセッサで実装していた。a m d AM2900 ファミリーが特にその用途で使われていた。a m d はリファレンス設計も公開していたが、 実際の個々の用途の設計はそれ専用に行われていた。ビットスライスプロセッサには乗算機チップもあり、例えば TRW のリリースした TRW1008 や TRW1010 にはアキュムレータ付きの乗算機チップもあった。そのような乗算機は赤和演算には必須だった。1978年。 インテルはアナログシグナルプロセッサ2920をリリースした。オンチップの ADC、DAC を備え、信号処理部がその間にある構成であった。ただし、ハードウェアの乗算機がなく、市場でも受け入れられなかった。1979年、アミ、アメリカンマイクロエレクトロニクスがアミ S2811 をリリース。 マイクロプロセッサ用周辺チップとして設計されており、ホストプロセッサが初期化、設定を行うようになっていた。S2811 も、市場では、受け入れられなかった。1980年に、ベル研究所が、試作品 AT&TDSP1 を、IEE、e、の集積回路に関する国際会議で、発表した。同年日本電機が製品として、 ミュー PD7720 を発表した。これらのプロセッサはいずれも公衆交換電話網の通信の研究が元になっている。他にアルトミラ DX-1 という初期の DSP もある。整数パイプラインを4本持ち、ディレイスロットと分岐予測を備えていた。1983年にはテキサスインストゥルメンツが高性能なトムス3 2 1 0を発売し、 成功を収めた。ハーバードアーキテクチャであり、命令とデータのメモリが分離されていた。ロード加算命令や赤和演算命令といった特殊な命令セットを備えていた。16ビットの赤和演算を397秒で実行する。TI は現在では、汎用、DSP 市場のリーダーとなっている。他にも、モトローラの5 6千も成功を収めている。 その後アナログデバイスズ社などがこの市場に参入し、広く使われるようになった。この頃の製品は、アナログで構成される全体システムの中の信号処理、サブシステムを高性能化するために、DSP によるデジタル処理が利用された。21世紀初頭現在のようなフルデジタル環境とは異なり、この信号処理、サブシステムの入力部と出力部には A、D コンバータと D、 A コンバータが備えられていた。約5年後、第2世代の DSP が広まり始めた。第2世代の特徴はメモリを3つ持つことができ、2つのオペランドに同時にアクセスできる。また、ハードウェアによる短いループの高速化をサポートし、モジュロアドレッシングなどのアドレッシング機能を備えた。当時の性能は平均的モデルで、 24ビットの積和演算が24ナノ秒となっていた。この世代の代表例として AT&T DSP16A とモトローラ DSP56001 がある。第3世代の特徴はアプリケーション専用ユニットを搭載した点で通常のデータパスで使える命令を用意したりコプロセッサーの携帯で接続していた。それらのユニットは高速フーリー変換や 行列演算とった特定の計算をハードウェアで高速化するものである。モトローラ MC68356 では複数のプロセッサコアを搭載し並列動作が可能だった。1995年以降の他の DSP としては t i トムス s 320C541 アトムス三 320C80 がある。第4世代の特徴は 命令セットの変更と命令のデコードの変更である。深度や MMX 拡張が追加され、ベロウェア、スーパースカラーアーキテクチャが登場した。クロック周波数も高くなり、現在では、積和演算は3ナノ秒で実行できる。1990年代には、名称の元ともなった音声信号のみならず、画像や動画のような情報密度の高いものまで、 演算処理するようになったが、20世紀末から21世紀初めにかけて PC 用のグラフィックスディスプレイ用プロセッサから発展してきた GPU やリアルな動画処理が扱える、高性能なゲーム用プロセッサとして開発されたセル、そして各種のメディアプロセッサと呼ばれるもの等が DSP で行う、席は演算処理以上の高度な演算処理を プログラマブルに実行できるものとして登場してきたために DSP が発展、占有しつつあった高処理能力を必要とする用途は奪われ DSP は従来から存在し今では小さく狭くなった低処理能力の用途にほぼ限定して使用されている GPU は2007年頃からグップグップという動画処理以外での処理に使用される方向へと用途が拡大されている ブラックフィンなど、マルチメディア処理向けの組み込みプロセッサにおいて、DSP コアや DSP の機能を備えるものが存在している。TI t i の TOMS320C6000 シリーズは1、2GHz のクロック周波数で、命令キャッシュとデータキャッシュを分離実装し、8ミブの二次キャッシュを装備し、64個のドマチャンネルを備えてあい、王も高速化している。 上位機種は 8000MIPS の性能で、ベロウェ型の命令を使って1クロックに8命令を実行できる。また、各種、i、オーバスにも対応している、PCI、シリアルなど。高性能、DSP 市場では他にフリースケールも活発に事業を進めている。同社は、ストックアーアーキテクチャに基づく、マルチコア DSP ファミリー MSC81。 XX を提供している。最新の MSC8144DSP は4個の SC3400 ストックア DSP コアも備えており、各コアが 1GHz で動作する。バークレイデザインテクノロジー、インクが公表している武道大使マーク2000の結果によると、s c 3 4 0 0は1 g h z のプログラマブル DSP の中でも高性能を発揮している。 アナログデバイセズも DSP 市場では重要な位置を占めている。様々な DSP を取り揃えているが、中心はマルチメディア向け、コーデック、フィルタ、DA 変換などである。シャークベースのプロセッサは、198マフラップス、66メガヘルツから2400マフラップス、400メガヘルツの性能である。機種によっては、複数の乗算機やルーを備え、 深度命令や音声処理専用のコンポーネントや変機器を備えている。また、同社のブラックフィンファミリーは組み込み用 DSP であり、DSP 機能と汎用プロセッサの機能を備えている。そのため、ミュー、クリニックスカーネルやバロシティ、ニュークリアストスなどの OS を実行しつつ、リアルタイムデータも効率的に処理できる。また、NXP セミコンダクターズは、 ベロエ技術を使いマルチメディア処理に最適化したトライメディアをリリースしている。一部製品では DSP をソックの固定機能ブロックとして使っている。トライメディアは固定小数点数と不動小数点数をサポートしフィルタやコーデックに特化した命令を備えている。多くの DSP が固定小数点数を使っているのは実際の信号処理では 不動小数点数のような広範囲な数値を必要とせず固定小数点数の方が高速に処理できるためである。ただしダイナミックレンジの広い用途では不動小数点数が必須になる。また一般的なコンピュータではアルゴリズムが不動小数点数で実装されていることが多いためソフトウェア開発のコストを低減させるために不動小数点数の DSP を採用する場合も DSP の機能はフップがでも実装できる。組み込み用のハム用リスクプロセッサは DSP 的な機能を取り入れつつある。例えば ARM Cortex-A8 には1 2 8ビットの深度、ユニットがあり、1 6ットおよび8ビットの深度、演算性能は非常に高。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。